皆さんこんにちは、モレノです。本日はウィルフレッド・ザハのワイルドカードについてレビューしていきます。本日から始まりました新しいプロモーションワイルドカード、非常に楽しみですね。ネイマールだったりコマン、そしてミリサビもすごい能力してますし、ファビーニョ、ポグバあたりもすごく面白そうなカードが出た印象です。で、今回は SBC 第1弾のウィルフレッド・ザハについてレビューしていきます。現在の作成価格が17万コイン。当初ね、リークでは逆足5で来るんじゃないかなと言われていたのですが、まあ逆足4で着地しましたね。スキル5、逆足4になります。まあ非常に魅力的なカードではあります。で、ザハに関しては180センチのハイミディアムワークレート、右利きの5スタースキルムーブ、4スターウィークフット。で、ザハは固有のボディタイプを持っています。実際ね、ザハのカードをがっつり使ったことはあまりないので、ちょっとまあどうそれがね、いい風に、影響するのか悪い風に影響するのかっていうのを見ていきたいです。ただ一つお伝えしておきたいのが、プレミアリーグ本当に左ウィングたくさんいます。まあこのザハもそうですし、このソンフミも未だに強いし、あとはジョータ、ラッシュフォード、マネーもいますっていう中で、さ、果たして17万コインが、まあ、適正なのかっていうのはちょっと見どころですね。で、ザハ今回ケミストリー2種類試しています。最初冒頭フォーク使っています。なぜなら、ペース、シュート、フィジカルを上げるのが、まあ、ハンターはいらないと思うんで、それを上げるのが一番、まあ、セオリー通りだと思うんですよ。ただし、まあ、次にね、エンジンにした理由は、サイド起用で試したいなと思って、サイドの時はどちらかというと、もうザハ、シュート能力85あるので、パス、ドリブルを上げた方がよりいい選手になるんじゃないかなと思い、エンジンをつけています。ただね、全体的に能力はかなり強いです。もうペースも99近くいきますし、ドリブル値もね、90超え、元の値が90あって、フィジカルもいいので、まあ、楽しみなカードですね。で、今回使ってくチームこちらです。まあ、ザハもう一個言えるのは、このフォファナとのケミストリーですね。このカード本当に強いんで、まあ、その子と繋がる。で、コートジョワル、ここ、例えばケシエでもいいと思うんですよね。ケシエ、テオとかでもいいと思いますし、まあ、プレミアリーグっていうリンクだけではなくて、今年はこのコートバジボワール人っていうのが非常に優遇されてますので、そこも一個楽しみかなと思います。で、今回使っているフォーメーション4231のストライカーと左ミッド。ここの2種類、2ポジションで使っています。で、左ミッドの時 PNA クロス合わせるつけていますが、他2種類は何、それが何もつけていないです。まあ、適正としてはね、2列目のウィングもしくはストライカーだと思います。したっていうタイプの選手じゃないので、まあそこで見ていければどういう動きをするかっていうのを見ていきたいと思っています。という感じで始めていきます。ではまずザハドリブルから見ていきます。この時フォークつけています。フォークでもね、結構安定感はありました。もちろんね、180センチを超えてる選手なので、そこまでねドリブルがめちゃくちゃいいっていう感じじゃないんですけど、完全に安定感はあるなと思いましたね。ラッシュフォードよりも全然安定してるなと思いました。で、ザハに関しては、ストライカーとサイド両方使っていきましたが、本当にどっちもできる選手だなと思いました。ストライカーでフォークを置いた時の決定力というものは、かなりいいもの、今のシーンとか見てもらっても思うんですが、かなりいいものを持っていました。本当に、なんだろう、普通に強いなと思うストライカーでしたね。ただし、シュート能力に関しては、まあ決めるんですけど、まあ横にソンフミンを置いてと思ったのは、そのソンフミンほど異次元差はなかったですね。この選手のシュート本当にやばいなっていう選手何人かいると思うんですけど、それはなかったですね。まあここのエラシコとかもキレッキレですね。本当に、スキル5っていうのが、やっぱり、なんだかんだ言ってプレミアの左ミッド、左ウィングいなかったので、そこはいいオプションになるなと思いました。で、ここら辺の受け方はですね、ここもね、いいパス出しますね。元のパス値もね、すごく高いので、本当に2トップ組ませても面白い選手だなと思いました。で、ここら辺はドリブルですね。いいドリブルしますね。ここら辺、このシュートね、ここ入ってたら激アツでしたけどね。まあ、いい攻撃だったと思います。で、ここ左アマビで中央にザハがいて、裏抜けの指示もやっぱりいいですね。まあ、ハイミディアムワークレートで、特に癖じゃないですか。これですね、これね、今のソンフミン、あれ、ズルだよね。あれ、ザハ決まってないですね。逆足こうじゃなきゃ決まってないですし、やっぱりね、そのソンフミンを使ってと思ったのがちょっと悩まされた軸かな。まあ、ただここの組み立て能力、コススタイルに決めてほしかったね。組み立て能力っていうのはすごく良かったです。で、ここはサイドから上がっていく位置で、まあ、エラシコでかわして。まあ本当にね、いいシュートパワー。左足でもこの選手は全然打てますね。なんだろう。たまに逆足4の選手でも、マフレスとか、
かな。逆足4じゃない感じの選手いるじゃないですか。そういう選手ではないですね。しっかりと左足でも打てるなという、印象を受けましたね。そこはすごく良かったです。ここのね、動き方とかも。まあ、常に動き直してて、常に若干動いてるって感じの、いい、AI の選手の特徴だと思います。やっぱりね、ボディタイプが固有なのは一個大きいと思う。固有の選手で弱い選手はいないです。基本的にはね。今のザハのね、左足のストライクは良かったですね。ここもね、ハイプレス、スターリングでいい守備ですね。から、中央にザハがいて、まあ、抜け出し方もいいですし、まあ、ここね、今のノイア、固有のシュートストップです、ちなみに。手一本で、あれ多分ノイアしかないですよ。で、ここもね、いいシュートですね。本当にね、ボックス内で、確実に決めてほしいなと思うシュートシーンは、ほぼ100本入ったんじゃないかな。で、ここも、打っていきましたが、まあ、惜しかったですね。まあ、入りそうではありましたんで、いいと思います。で、ここもサイド気味、2トップで、ソン・フンテ組んでますが、まあ、ソンがいての、ただまあ、もう自分で決めに行く力も持ってるなと。本当にね、強いです。普通に強かったですね。あとやっぱスピードだよね。ここの裏抜けね。こういう裏抜けがやっぱりできる選手っていうのが今のメタだなと思いますし、シュートモーションを見ても本当に強いシュートを打つな、という選手でした。で、ここからエンジンつけました。エンジンでシュートブーストじゃなくてドリブルパスにした。で、このエンジンをつけた時のドリブル感は素晴らしかったです。本当に、違うなと思いましたし、これぐらい、ドリブル良かったら、使いやすいなと思う選手でしたね。で、サイド起用の場合は僕はエンジン派でした。シュート打つシーンよりやっぱりドリブルパスするシーンの方が多かったので、サイドで置くならエンジンだね。ただね、このエンジンの時のこの理不尽ヘッドですね。もうファンペルシーかと思うぐらい綺麗なヘディングでしたね。あんなん決めると思わなかったんで、ちょっとびっくりしましたね。ここも、サイドからの上がりで、やっぱ速いですね、スピードは。ソニー決めてほしかったですね。ここ最後になるかと思います。中央からカットインして、シュートフェイントからの素晴らしいフィニッシュで終えてきます。では最後、ウィルフェッド・ザハまとめていきます。現在の作成コストが17万コインです。決して高い値段だとは思いません。非常に妥当だと思います。まあ、クリップ見ていただいた通り、本当にスピードもありますし、シュート能力もあって、パスもできて、ドリブルも良かったので、本当にね、高いレベルのアタッカーだなと思います。で、17万コイン、妥当だと思うんですけど、これを唯一悩ませるのはプレミアリーグであるってことかな。他のリーグでしたら、もう、ぜひって感じだと思うんですけど、プレミアって、やっぱりラッシュだったり、ソンがいて、ジョタがいて、マネがいて、ボーデンがいて、リングベリーがいて、本当に、オプションが多いじゃないですか。なので、悩まされる。他のリーグだって、もう、全然作ってもいいと思う。まあ、ちょっと、他の選手の比較は後ほど触れていきます。まずね、ザハについて、簡単におさらいしていきます。やっぱり、まあ、先ほどもお伝えしたように、まあ、スピードも98ありますし、シュート能力もね、かなりいいもの持っていますし、まあ、フィジカルもあって、なおかつドリブルもできて、まあ、ドリブルが大きいですかね。やっぱね、この何もつけない状態でのドリブルはすごく良かったので、本当に使いやすい選手だなと思いますし、左足でもシュート打てますしね。で、ストライカーで良くなるやっぱフォアハンターじゃなくて僕がいいのかなと思います。ここのペースシュート、そしてフィジカルを上げてあげるのが一番理にかなうかなと思います。どうしても、決定力を持ってあげたいっていうのであれば、ハンターもいいと思います。ここのね、フォークってそんなに僕変わらないと思うんで、まあ、ハンターでここの決定力をプラスあと5上げて、スプリントスピード99に持っていくのも悪くないと思います。ただまあ基本的にフォーカーなんで、サイド起用する場合はエンジンですね。エンジンで、やっぱドリブルとパスを上げる方が、もうシュート能力元から十分なものあるので、そっちの方がいいのじゃない、いいんかなと思います。まあこれに関しては好みだと思います。で、どちらが適正かっていう問いに対しては、僕はサイドの方が適正だと思います。本当、ウィンガーとしても最高クラスの選手だと思います。ストライカーとしては、やっぱりシュート能力があるはあるんですけど、やっぱり冷静さが86、まあ、悪い数値じゃない、どんどん決めますけど、やっぱりソン・フンミンみたいな選手と比較しちゃうと、まあ、異次元なものはないなと思いました。シュート能力に対してね。なので、どちらかというと、サイル起用がおすすめの選手です。で、他の選手の比較、僕ね、ラッショーのカードよりは確実に強いと思います。このラッショーのカードは、やっぱね、逆圧さんっていうこともあって、買いにくいですね。まあ、後ほど動画出しますけど、
なんか非常にね、不安定なカードだなと思うんですよ。ラッシュはドリブルもそうですし、まあシュート能力、逆足のシュート能力もそうなんですけど、なので、ラッシュを使うの、ザハを使う。で、ストライカーで使うなら、僕はソン・ジョタの方がいいと思う。やっぱその、今年のゲームってスキル5よりどちらかで言うと逆足5の方がストライカーに欲しい能力だと思います。で、ソン・ジョタのこの2人のカードはめちゃくちゃ強い。ストライカーにおいてね。で、まあ特にソン・フミのシュート能力って異次元のものありますし、で、ジョタに関してはもう2週間後、まあ最低、遅くても2週間後にはプラス、ペースがプラス5のアップグレードくるんで、フィニッシャーつけられるようになりますっていう感じなので、まあ、ストライガーとしてはこの二人かな。ただし、サイドアタッカー、ウィングとしては僕は、やっぱりスキル5の方が、ウィングの選手としては欲しくて、より推進力を。ジョタとね、ソンはね、ウィンガーではないですね。ウィンガーであるのはザハだなと思います。という感じですね。まあ、作る価値はありますね。17コイン悪くはないんですけど、まあ、ちょっと逆にプレミアリーグだから、悩まさせられてるっていうのもあると思います。で、プレミア右ミッドいないじゃないですか。右に置くのもありだと思う。ケミ7で右に置いてハンターつけるのもありだと思います。ケミ7ハンターでも、ペースが99までいって、シュート能力もいいものになるので、本当にサラーぐらいしかいないかな。確実に強いと言えるのは91サラーぐらいかな。僕、アダマ使うならケミナナ、のザハ使いますね。で、まあ、ジョーコールもそうですね。まあ、ここら辺選手使うなら、まあ、スターリングからいいんですけど、ちょっとシュート能力が足りなすぎるんで、そこをどう捉えるかですね。ケミナナ規模で、まあ、プレミアリーグ2人使うとか、あとは、プレミアで中盤の選手で、サイドアタッカー探していますっていう方であれば、ケミストリー落として、左ミッドにして、もしくは左フォワードにして、ケミナナでこのザハを使うのもめちゃくちゃいいと思います。で、やっぱりね、僕自身今回使って思ったのは、フォハナが強い。うん、フォハナとケミストリー繋がるのも一個大きな利点かなと思います。という感じでザハを終えていきます。もし質問のコメントなどありましたらいつでもお待ちしております。今日見ていただきありがとうございます。ではまた。